プロモデラー PG だけで全ルール腕前 X を目指す企画やっていきましょう。いきなりドローンとしちゃいましたが、今回はガチアサリです。さあ、5分間生き延びることができるのかっていう話なんですが、まあとりあえずやってみましょう。ダメで元々なんですから。はーい。おお、思わず王と言ってしまうが、アウチ。まだ2人しか持っていなかったか。できればガチアサリにしてからなんとかしたかったが、こういう時はできるだけみんな離れずに行きたいんだけど、かといってうーん間に合わないか。クイボ先に入れたが、こちらの攻撃当たってなかったっぽいな。さあ出来上がった。はーい、一人、もう一人、ローラーさん、二人、拾えない。おっと、一人落下が発見。ちょっとつい先まで金モデの方使ってたから若干動き怪しいけど大丈夫かな。おっと、そう来る？そう来ちゃう？いやー、だだ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 。はい、ドッカン。はい。そう来んの？やめて。あ、こっから登ろうとしてるんでしょうなって俺知ってるから。はい。でもアサリが足らない。とりあえずガチアサリにしたいです。当たっちゃった。そう、人数不利の何が辛いっていうのはね、ここなんですよね。敵を倒せなくなるとか、そんなことは もはやどうでもいいと言っても過言ではない。この潜伏されて一気に逆転というパターンが結構な頻度で起こりうるというところが辛い。待って、若干動き怪しいぞ。3人とか関係なく怪しい動きしてる。あっと、左から来るというのかね。あっ、ぶねギリギリじゃねえか。で、ここがローラーというのが一番個人的にはきついんだな。3対4でも相手にローラーいなければ俺はもうそんなに困ることはないと言っても過言ではないのですが、ああこれダメだな。普通に1対1で負けてんな。ローラーに気を取られすぎな感がある。登れない、倒せない。この辺かい。アサリを作る余裕も敵を倒す余裕もなくなってきているのですが、正面から行く機会、そうはさせん、そうはいかんざきというところでしょうか。ほいとな。とりあえず一種は報いることができたかな。射程長いな。デュアルだな。さてお前、デュアルだな。さあ、ガチアサリ作っておいて、敵のガチアサリは1個止めてくれているのでありがたいですよ。うわー、だだ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 だ。あなたそっち行きたいんでしょ。知ってたんだな。非常に残念なことに。こんにちは皆さん、カモーン。あー待ってやられました。だからワンチャン、あーちょっと時間足りませんでした。まあ言うても見返してみたら敵落ちてる回数すんげえ多かったんで、時々はこれぐらいも許容すべきということなんでしょうね。待って、ノックアウトは嫌なのに5分持たなかったな。これはちょっと俺の動きが良くなかったですね。頑張れば勝てそうな感じあったので、
対面でザップに負けてなかったりとか、素早く止められていたりとかあればいけたんですけどね。まあ腕前メーターが変化しない分ありがたいのですが、3対4で勝っても特にメリットないですからね。この辺はもうちょっとあってもいい気はしますけどね。もう一つのステージ、マンタマリラ号でやっていきましょう。さあ、おお、今度はちゃんと4人いる。平和なガチあさりとなるといいな。さてと、ちゃんと食い棒を今俺は握っているんだぞということを忘れずに、それ相応の動きというものをしていかなくちゃねという感じでしょうか。おーい、強引に前に出せば相手の動きも悪くなっていく。行きたくない場所に誘い出されるという辛さはあるでしょう。クイボ投げて完成させちゃいました。完成させちゃいました、ありがとう。ゴールドを止めてくれたのは非常に大きい。でも癖でどうしても普通のメインウェポンで壁塗っちゃうな。おーい、おーい、おーい、ドン。うらー、一人しかいないのにガチアサリを投げ込む。間に合ってないのかこれ。あれ、あの状態でもまだアーマーが完全に張り切れてないのか、それともただ単純にボールドの火力がそれを凌駕したというのか。なんて恐ろしい子なんだボールド、恐ろしい子。あー、イバブルを張ってきた。あんま大きくないバブルはむしろ先に相手に割らせた方がお得までありますよね。あ、まずいか、やめて。ちょっとこの位置でバブル割られるとそれはそれで嫌だなと思ったのですが、待って、一人ぐらい持ってきたかったけど、俺が一人でヘイトを集めても味方がそのヘイトに向かっている敵を狩り倒すことができる位置じゃないとあんまり意味がないんですよね。もうちょっと味方がフォローしてくれる位置で待ってた方が良かったかなという思いはなくはないですね。よし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 、なんかいる、なんかいる。急にジェッパが来たので、おいおい、クイボ当たっていくよ。どっからクイボ出してきた、クイボじゃねえ、ジェッパ、ここにいるよ。当たったよ。無理をしなくても当たるときは当たるのです。バッチ、このようにね。はい、フレームさん、おお、いいですね。これ着地ですよね。どうせそうだろうと思ったよ。はい、カーリングボムさん、ゴールドもライジンステップには自信おありのようですけれど、俺だってこのライジンステップもどきで X を生き抜いてきた実績というかがありますから。いいよ、っこいしょー、ダメだー相変わらず時間が足りない、火力が足りない。強引にガチアサリを投げ込むことはできても味方がそれを追いかけて生きてくれるようなタイミングにないという。待ってー、やめてー、一瞬で抜かれた悲しすぎじゃないですかそれは。こっちにいるかな。バブル止めて、嫌な位置、後ろはいないけど、なんか上にいる。あ、間違えました。どこが行くかな。ちょっと今完全にイカスフィアの動きしましたね。とりあえずチェリーはさよならしたようですので、攻めの手を考えましょう。どうやったら攻められますかと。でも全体的にこちらの方がたくさん塗ってる感じなので悪くはないのですが、うん、前線上がってきてるしいいんじゃない。お、3人しかいないよ、相手3人しかいない、3人もいたら十分じゃねえか。ありがとう、押させていただいたよ。今度は、今度はここで、はい、はーい、登れない登れない、 OK、
強引突破、ブレンダガン、ありがとうございます。とりあえずこの全然勝てる気しねえぞ、大丈夫かこの動きでっていう流れを払拭できたと思います。そこからですね、じゃどんどん集めちゃうよ、どんどん集めちゃう、あと1個でガチアサリができちゃうぐらい集めちゃうよ。はーいはーい、さあ本当は降りるつもりなかったのにな、なんでこんなところで降りちゃったんだろう俺っていう気持ちにさせて、その不安な気持ちによって相手を敗北へと誘っていくのです。誘いです。おお、回収していこうというのかね。ああ俺の9個のアサリがガチアサリとともに相手の体に突き刺さっていくのか。おお、まあこの時間でドタバタしていては勝つのも難しいということでしょう。さてと、あと1回か2回くらい勝てば上がりそうなところ、順調な感じでいきたいかな。お、うまくいけば釣りですね。さあ今のところかなり順調に上がってきている、他のルール含め。さあ先ほどの3対4を繰り広げたホテルニューオートロリベンジというわけです。やっていきましょう。ニューオートロのアサリはこの間はやらなかったですから慣れていきたいというのもあります。クイボナリエテスクイッククイーン、スクイックイーンの射程を気にかけておいてと。一発当てられるとちょっとイラッとするでしょ。そのイラッとした動きというのがこちらの大好物なわけだ。おーいおーい、待って、うわちょ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 、いらっしゃいませ。そうやって逃げようというのかね、そうやってまた僕から逃げようというのかね君は。ありがとうございます。あ、やめて、私に向かってそんなひどいことをしないで、ひどいことをしないで、ひどし、ひどしくんだよそんなの。さあ茶番はおしまいだ。お、相手のガチアサリをここで止めてくれている、ナイスなモーションしてくれている人もいますね。これは非常にありがたい。ではこちらナイスダムを貯めて保険をかけておきながら、待て、いる？いない。はい、スクイクイーン、スクイクイーンさん、スクイクイーンさん、スクイクイーンさん、逃げ場はないぞスクイクイーン。うわー、逃げ場をなくしたと思ったら意外とそうでもないという、このモーション、かっこいいじゃない。あばー、誰だ。あー、ご本人様でしたか。いいところでロボットボムを保険に置いてくる、絶妙ですね。素晴らしいと思います、そういうのは。クイックボーム、お困りですか、お困りのあなたにはクイックボム戦士、クイックボムマンがあなたのおそばへ駆けつけますよ。クイックボムマンの助けを求めている人はあなたですか。あなただったようですね。ご安心ください。クイックボムマンが今あなたのもとへ馳せ参じます。ああ、クイックボムマンの助けを求めている人がまたここにも。頑張るぞ、私のこのクイックボムマンの力を持ってすれば、持ってすればこのようにスマートに逃げることができるのです。パーフェクトです。お集まりいただきありがとうございます。よし、お集まりいただいた上でぶん殴るというこの華麗なるプレイング、いいですね。でもナイス玉って実際問題みんなで割るべきなのか、どうにかなんでしょうね、避けるのに専念した方がいいのか分かりづらいんですよね。どちらの選択を取ってもこちらにとってはメリットがないみたいな状況もありえますし、そういうのを盾に来られると非常に困るというか。 OK、 クイックボムマンまた一人助けてしまったようですね。
この渦潮の苦しみの現世から救い出してしまいましたね。いらっしゃいませー、ドッカン。うん、またクイックボムマンが一人世界から救ってしまったようですね。ふん、ロボットボム君は嫌です。こんにちは、こんにちは。いいぞ、完全に流れはこちらのものになっている。この調子でクイックボムマンの力を皆さんに知らしめようじゃないか。あー、大丈夫かい。ジャンプしてくるか。あ、大丈夫でした。ささっさっさ、クイックボムマンの牽制です。クイックボムマン、クイックボムが強いのではなくてプロモデラーが強いのか。あ、しまった、今週のしまったです。ああ、ふん、クイックボムマン、クイックボムマンの力がここで解決されないなんて。あ、なんだ今、自ら吸い寄せられていった。着地ゾーンだと。これがあの有名な着地ゾーン。スーパー着地をするタイミングで相手に自ら着地の死亡圏内まで引き寄せてしまうというあの伝説の必殺技。なんという必殺技を。あれ、完全に何も考えていなかっただけなんですけど、とんでもないアホっぽい動きをしてしまいましたね。あー、いや大丈夫、これはもうあとスクイックリンマンしかいないので。わっ、あー、こうやってちょっと嫌がらせのような暴れっぷりをしていれば相手は困るだけですから。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ナーイス、いらっしゃいませ。進めない、進めない。あーいいところで待ってくれてるじゃないか。だがこれだけ人数がいれば問題ないでしょう。あ、おお、ちょうど出会い頭でしたので、これはまあ相手のガチアサリが迫ってきていても問題なかったでしょう。最後の方になって、あと延長っていうぐらいになると、もう守り守りってやりがちですけど、逆に攻めて攻めてっていう方向性で動きを考えていった方が相手としても動きづらくて結果的に勝ちやすいということもあるので、最後のは味方いい動きしてくれましたね。ですがちょっと足らないのであと1回ですね。さてこれに勝てば腕前昇格、ぜひ素晴らしく勝ちたい、素晴らしく勝ちたい、頑張って勝ちたいところですね。あー、スパッタリークリアとスプラローラーがいますね。この間のガチエリアでもありましたが、スパッタリーは結構苦手なんですよね。縄張りバトルで散々クリアの方にボコボコにされた記憶もあって、スパッタリークリアも個人的にはちょっと嫌な相手なんですよね。青色も赤色も散々やられてきた相手ではあるんですが、あのトーピードとの絡め手が意外と厄介で、スパッタリークリアも嫌な相手筆頭とは思っております。さあガチアサリが完成したぞ、ジェットパックが飛んできたぞ。ここはちょっと無理をして突っ込んでいっちゃうよ。そしてあれやっぱこれナイス玉のアーマー張るタイミング若干遅いんだな。怪物いないもんな。怪物攻撃力アップでナイス玉のバリアも若干割りやすくなるとは思いますが、それとは関係のなく高速で割ってきたので、おそらくそういうことなんだと思います。あなたナイス玉に怯えるしかないやるね。オッケー、まあスーパー着手もあんな感じですから、ナイス玉も似たようなやられ判定のタイミングがあるということでしょうね。はい、オッケー、クイボでダメージを与えておくと味方の玉も刺さりやすくなるというわけですね。クイボ一発で多分アーマーも割れると思うので、そういう意味でも強いですよね。やったぜ、いいところに刺しておいた。はい、あ、ダメか、直撃してもダメでした。着地した後の逃げ道を塞いでいけ。まあ70ちょっとのリードなんて痛くはないと思ったんだけど、まだクリアがいる。
スパッタリークリア。ドラさん、ふとしたタイミングで追い抜かれるというのはちょっと嫌な気分でもあるけど、相手がどこにいるかというところだけ把握して無理をしないで着実な攻めさえ展開していければ悪くはないはず。あー、いっぱいいる、いっぱいいるけど、それだけガチアサリに対してすごく注目を浴びているということ。お、いいですね、ガチアサリを裏から狙い撃とうとしたい人をちゃんと刈り取ってくれたのはすごく嬉しいのですけども、直撃しちゃった。このジェッパを、お、やったか。おお、ありがとう。あとはガチアサリがたまれば OK だね。はい、クイボで補佐をしておけ。一点絞りでどっちかは狙っていった方がいいかもしれないですね。あぶなす、あぶなす、あぶなしの秘宝。スパッタリー、スパッタリー。ん、いないですね。さて、スーパージャンプで一人自陣に帰っている敵がいます。変なところに食い棒を投げて、この塗りの形跡嫌だなというふうに相手の気持ちを溶かしていきましょう。だが俺しかいない、これはピンチ、ピンチだけど、そういう時はあえて味方と一緒に行動しましょう。お、いいですね、こっち倒してくれたので流れ的にもこちらについていきましょうか。危なしの秘宝よ。着地で来るか、いいとこ来るじゃない。よし、ガチアサリがあえて攻撃的に行くよ。おお、ここだ、危なしの秘宝、危なしの秘宝だよ。バババッバッチャー。あー、まだいるよ、ここにね。お気をつけください。あー、待って、スパッタリークリアドライが、クリアドライがいるよ。危ねえって、危なしの秘宝だよこれ。わばば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 、ここだ、あえて突っ込んでくるんじゃないかなって僕思ってたんですよね。ふっ、あー、あと一個なりたかったな、間に合わなかったか。あれ、間に合わなかったところじゃねえ、これは負けか。うっそ、勝ちたかったのに。苦手な相手2人いたからってシャレになれねえ巻き方してんなこれ。マジかいな、ちょっと残念すぎですね。最後の方かなりペースは良かったんですけどね。ガチアサリあと1個投げ込めれたら良かったのか。うーん、悔しい、もうちょいいけたでしょうに。まあまだ B でひびは入ってない分いいかな。これはこのままではやめられない、もう一試合やるぞ。マンタマリラ号がやってきました。勝つべし、勝つべし、スパクリー。スパッタリーはなぜあんなかっこいいフォルムでもよみがえっていくのか。でもプロモデラーもこのフォルムは非常にかっこいいですよね。何気にクイックボムってこのシールドとの相性が悪い気がするな。なんかすごく使われてて嫌な相手というイメージがあります。さあ直撃させて、うーん、倒しきれなかった。ここは倒しておきたかったな。はーい、よっしゃ、潰した。さあこれで完成させて、近づいてくるなと思ったよ。はい、ちょっと無理して強引に突破していくよ。はい、動きづらくしていけ。トーピード来た、トーピード相手にしていくと時間がもったいないという時もたまにあるので、無茶をする時もしない時も考えものですね。クイボダメージ入ってなかった、あれスラシ君だなこれ。
結構戦ってたのに全然こちらのペースになってないというのもかなりつらしくんですね。ちょっとクイックボムマンの活躍が足りないんじゃないか。一人で18キルぐらい取れるぐらいの気持ちでいきたいよね。ウェイ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。さあ、動きを削っていって、こちらの有利になったところで、追いかけてこようというのかね。バレバレよ。はい、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 はい。ナーイスダマーン。バッチ。よっしゃ。ありがとうございます。まだ、まだ諦めないよ。諦めないで。お肌の悩み、諦めないで。悪くはないぞ。さあ、たけるくんが出発。いいところに着地をしていくかな。スペシャルはスーパー着地ではありませんが、その意気込みだけで僕は嬉しいのです。ここにはいない。さあ、近くにはいないぞ。プロモデラーは相手との位置を測りかねているあまり恐れてはいけないのです。おー、いらっしゃいませ。 OK、 とりあえずボムを消したのが嬉しい。あ、迫ってきている。相手の恐ろしの敵が。おう、着地ではない。 OK、 スライドしている時間がもったいなかったようですね。はーい、はーい。あ、あなんかこの辺すごい事故りやすいんですよね。手すりないし、なんか甘えて動きしてると一瞬でなんかスルッと落ちちゃうんですよ。とても危険なポイントです。ぜひ欄干をつけることをお勧めします。手すりがないなんて危なすぎです。乗客の皆様が落下してしまっては大変なことになります。責任問題になります。帰りまーせん。なんだ、ダニー、ダニー。ほら、スライドする人がよく落ちるんですよ、ここ。バッチャー。オッケー、巻き込んだ。巻き込ませて、近づきつつ、でも相手の待ち伏せには引っかからないような動き。はい、はい、はい。下がるときは大胆に、前に出るときも大胆に、倒すときも大胆に、ボムを避けるときも大胆に、すべての大胆さが世界を救うのです。ドッカー、ナーイス。こっちかな。何、そっちから来るか。はあ、一瞬で消えちゃった。素直に左から撃てばよかったか。ナイス玉待ってたのか。うまいな。お、ナイス玉こっち飛んでこなかったぞ。今のうちだーって、みんなで亡霊ストライクショットよろしく突っ込んできたというわけか。はーい。こうやって様子見をしている動きが一番もったいないというか。あー、よろしくないのです。さあ、反対側から攻めてきた。でも相手はガチアサリ単発実況みたいになってるから、これ以上の攻めは若干期待はできないでしょ。よし、止まった。さあ、無事勝利ができたけど、なんか経験値がまたリセットされてるな。プロモデラー PG の使い方。この辺はもうスパッと思い出せるぐらいまで使い込まないと出てこないって感じですね。さて、どこまで行く。 B プラス1個上がっただけでした。今までは結構いい感じに A まで飛んだりとかありましたが、まあ負けすぎましたかね、といった感じです。ちょっと時間が長いので一旦区切りますが、続けてやります。ありがとうございました。